教団 X、はい、これがね中村文則さんですね、うんうん、が書かれた2017年の本、はい、で600ページぐらいあるんですよ、うんうん、分厚いので、うん、なんかベストセラーだよって言われてもなかなかその、うん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 、読む気がしなかったんですけど、はい、まあ、たまたま入った、うん、のブックオフで、うん、読めと言ってると、うん、今読めと言ってる、うん、と思ったのでパラパラと見たところ、うん、本当に、うん、あ、今読む意味があった、うん、っていうところが出てきてですね、うんうん、これどんな本かっていうとカルトの話ですね、はい、うん、今話題のカルト、はい、うん、カルトにはまっていく人たちの、うん、まあ、描写を描いたようなものなんですけど、うんうんうん、そこにそのカルトのあるカルトのトップが不思議な話をしますみたいな、うんうん、なんかねひとりさんみたいな感じです、うん、斉藤ひとりさんですね、うんうん、いいんだよついてるついてるを言ってくださいね、うん、ついてるって言えばみんなついてるので、うん、大丈夫だよ、うん、ちょっと似てるでしょうね、わかんない、練習したんです、うん、斉藤ひとりの練習、あ、はい、ごめんなさい。でここに出てくるのが、うん、要は皆さんゴーダマシッタールタって知ってますよねみたいなのが出てくるんですね、うん、ゴーダマシッタールタブッダですね、はい、でこれはイエス・キリストよりも600年から400年くらい前に生まれた人で、うんうん、まあ、王族だった29歳の時に妻子を残して、うん、宮殿を出て、うん、放浪して35、6歳の時に悟りを開いた、うん、で、まあ、我々も話したじゃないですか、うんうん、要は何を悟ったかというと、うん、4つの、うん、死体ですね、4つの諦め、うん、苦しむという真理、うん、苦の原因という真理、うん、苦は消滅するという真理、うん、じゃあその消滅する道があるという真理だよ、で、八正道っていうのがあって、正しい見方、正しい考え方、うん、正しい言葉遣い、正しい行い、正しい整形、正しい努力、正しい意識、正しい精神の安定、うん、っていう話をしたんですけど、うん、多分これね後付けなんですよ、うん、要は後の人たちが、うん、この何て言うんだろう、自分を上で、うん、何て言うんでしょう、まあ悲しい話、うん、宗教も上下があるじゃないですか、はい、要は上の立場でいるために、うん、この要はキリスト教もそうですよね、うん、生まれた時の教えそのまんまかっていうと、うん、多分もうローマが利用した時点で、うん、おそらく形は変わってますよね。だっていろいろありますもんね。あ、まあそうですね、そうプロテスタントそうそうそうとか、うん、カソリック、うん、いろいろありますもんね、うん、でここに出てくるのが、うん、そのスッタニパータという経典があって、うん、それは膨大な仏教の経典の中で最も古いものだと、うん、要はブッダは、うん、何も書いてないんですね、うんうん、要は口伝、うんうん、で後の人が残したもの、うん、でこのスッタニパータっていう経典は、うん、その中でも一番古い、うん、っていうことはそれだけブッダさんの言葉に近いよっていうのを意味してるよねと、うんうんうん、でなぜだかこのスッタニパータっていうのは、うん、仏教っていうのは結局インドでは広まらずに、うん、中国に渡って、うん、日本で花開くんですけど、うん、その渡る時に、うん、このスッタニパータっていうのは、うん、すっぽり抜け落ちてると、うん、この教えというのが、うんうん、でここで何が書かれていたかというと、うん、輪廻の流れを断ち切った修行僧には、うん、執着が存在しない、うん、なすべき善となすべからざる悪と、うん、捨て去っていて、だからこそ彼には反問が存在しないと。要はつまり悪いことだけじゃなくて、うん、良いこともしない、うん、なぜなら良いも悪いもない、うん、それに悩むことがないからだと、うん、で聖者は何者にも滞ることなく、うん、愛することもなく憎むこともないと、うん、っていうこの教えね、うん、は何を残したかっていうのは異なって伝えられているんですが、さまざまなところで、うん、まず第一に仏教そのものは特定の教義というものがない、うん、ゴーダマさん、ブッダさん自身、うん、自分の悟りの内容を定式化して説くことも欲せず、うん、起源に演じ
起源というのは縁ですね、うん、縁に応じて相手に対して異なった解き方をしましたと、うん、で既成の心情や教理にとらわれることなく、うん、現実の人間をあるがままに見て、うん、安心立命の境地を得ようとしたと、うん、実践哲学としてこの立場は思想的には無限の発展を可能ならしめると、うんうん、で後世になってその仏教のうちに達したような思想の成立があるっていうのは、うん、多分何もなかったから、うん、この上の人たちがギュッて、うん、だからまあいろんなこと言ってるんですよきっと。そういろんでこう役に立つこと言ってるけど、はい、この人とこの人は性格全然違うから、この人にはこういうこと言ってこの人にはこういうこと言ったのがまとめて作ったとか。で大元のブッダさんは、うん、なんて言うんだろう、ブッダさんがやったことをそのままやろうとすることはまあできないし、うんうん、それって宗教でもないみたいな感じなんですね、うんうん、なので、うん、経典がないし、うん、一定の教えもないし、うん、っていうところでなんかその何もない、だからこう人それぞれ対応してたって話ですよね。ブッダさんはそうですね。だからこう、はい、エニアグラムでいくだとこう9つタイプがあるじゃないですか、はい、タイプ1の人にはこういうふうに言うといいみたいな。あ、よくやりますね、はい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 、っていうようなのをこういろんなこと言ってたら、はい、こう相反するものもあったりするわけじゃないですか、はい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 、でこう矛盾が出たりするけど、まあそういうもんだよねっていう、っていうこのなんか、うん、教団 X を見ながらですね、うんうん、はい、ああ作れるじゃんって何を作るんですか。教団です。教団を教団いけるじゃんって、うん、いうのと言うとカルトでなんかね、多分これまだ今読み進めてるんですけど、はいはい、おそらくどっぷり深い方と、うん、そのもう一個出てくる、うん、このもう一個出てくる方は、うん、なんかね、うん、初めそんなつもりでもなかったが、うん、人が集まってきちゃった、うんうんうん、ではその人が集まってきて、はいはいはい、あるおばさんが来た時に、うん、もうわしはな、うん、どこ行っても病気治らへんと、うんうんうん、だからもうあんたなんか不思議そうな人やなと、うんうんうん、じゃあ私にちょっと祈ってくれへんかと、うんうん、じゃあわかりましたと、うん、僕何者でもないけど、うんうんうん、あのじゃあさすりながら祈ってあげます、うん、でさすりながら祈ったところ、うん、治ったと、うんうん、要はプラシーボってそうじゃないですか。まあなんかそういうことありますもんね、はい、そうなんですよ、うん、要は病は気からっていうのは、うん、多分どの医者さんも否定はしないですよね、うん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 、っていうのでおばあちゃんが治っちゃった、うん、っていうのが広まって、うん、口コミが強いんですよねやっぱり、うんうん、でどんどん広がって、うん、もう人が集まってきて、うん、なんか教団になった、うんうん、みたいなところと、うん、別のところが多分出てくるんですけど、うんうん、そのこっち側、うん、人が集まっちゃった、うんうんうん、っていうのだったら、うん、ワンチャンあるんじゃねって。集まっちゃった後どうするかですよね。まあ確かにそれは誰か頭のいい人がマーケティングをしてもらって、うん、